皆さんこんこにちは、えー、本日もやっていきたいと思いますけども、えー、今日、ですね交渉が、まあ、行われたということでね、まあ、ロックアウト解除に向け、えー、前回、プレイヤー側が出して、えー、オファーを出しましてですねでそのカウンターオファーを出す前に、まあ、MLB 側ですね仲裁のところに、えーまあ、申し込んでそれをまあプレイヤー側が拒否したということになりまして まあ、MLB 側はです、ね、最新のカウンターオファーを、まあ、出してきたというところなんですけども、えーまあ、今日の、ね、最新オファーに MLB プレーヤー側は、まあ、不満だったとで、まあ、1時間足らずで終わってしまったということで、ね、会議が、えーまあ、MLB プレーヤー側は印象に残らないと言って帰ったということで、まあ、今日も残念ながら、ねえー、あまりいい方向には進んでいないと、うん、いうところでですね、えー、もうスプリングトレーニングの え延期、まあ、遅延というかね、えー、ディレイは決まっちゃったかなと、まあ、確実になってきたなというところでですね、うんまあ、この感じだとねまだちょっと時間がかかりそうだし、まあ、そのねコミッショナーは開幕間に合うようにとかって言ってね、まあ、なんか楽観的に言ってますけども、まあ、そんなこと言ってないでねちゃんとやれやって話ですね、うん、このままだと印象的にはねやっぱ開幕もちょっとやばいんじゃないかなというところになってきてますのでね。 まあ、さっさと、ね、どうにかしてくれよというところで、えー、本日は、ねまあ、MLB の130ページに及ぶ、まあ、カウンターオファーが出されたということで、えー、まず、仲裁前の選手への、ね、ボーナスプール、えー、まあこれを設けて、まあ、活躍した選手に分配するというか、ねうん、という話で,です、ねまあ、その金額が、まあ、MLB プレイヤー側が、ね、105mm だったのを 100mm に、ね、この前変えたと思うんですよね。 でそれに対して MLB 側は10ということで、まあ、この10倍かなの差があったわけですよね。でそれを本日 15mm に引き上げたということなんですけども、まあこれね、5億引き上げたところで、100って言ってるのがね、10だったのが、15になったところで、まあ納得するかって言ったらそうではないと思うんでね、まあこれもね、もうちょっとね、 この15にするっていうんだったら、あんまりこう、言わない方がいいんじゃないかなって、個人的にはね、思って。うん。例えばね、30にするとか、45にするとか、50にするとかだったらね、まあ、まだなんかあれなんですけど、5しかね、まあ、5億ですけどね、5って言ったって。ただ、100って言ってるのをね、10だったのが、それを15にしたところで、ああ、いいねってなるわけないじゃないですか。だからやっぱり、この、 ちょっと上げるみたいな感じでね。うん。てからまあ意味がないよねっていうオファーだと思うんですよ。これに関してはね。この5を上げたところで、ああってなるわけないじゃないですか。うん。だからもうちょっとね、マシな。うん。最低20とか30とか25とかね。それぐらいはやってほしかったなっていうところですよね。ここに関してはね。うん。5しか上がってねえのがあって。まあわかんないけどね。この相場がね。 そのボーナスプールってどれぐらい置いとけばいいものなのかっていうのが正直わかんないしまあその100っていうのが多分とてつもない高いあの目標になっちゃってるとは思うんですよね、うん、だけどまあ100って言ってるのを15っていうのはねちょっと笑っちゃうかなっていう個人的にねこう僕が交渉の場にねいたとしてこっちが100を要求してるのが10だったのが15になったらね っていうだけですよね号しか変わんないわけですから,だからちょっとその場にいたらちょっと失笑というかあきれちゃうかなっていう感じはありますのでまあやっぱりプレイヤー側にしたらまああんまりっていう感じでね終わっちゃったのはまあしょうがないのかなっていうねそういう印象で終わったのねまあ仕方ないのかなとは思いますよね、えー、そしてラグジュアリータックスの、ね、上限値についてもですね、まあ、以前は年、えー、今年今から 2026年までが、まあ、214が上限で20252026で、まあ、2025年が216 2026年が220というところで、えーまあ、上限がね変わっていくということだったんですけど本日出した案では2022年と2023年が214まあこれは変わらないんですけど2014年に216 2025年に えー、2026年に222というところで、えー、まあ、えー、途中でね上がるのがまあ1年早くなるのと、えー、最終的な上限がまあ2だけ上がったってことなのかなこれはね最終が220だったのが222になったということなんでまあこれもなんだろう中身としては上がるね 年が1年早くなってちょっと上がってるっていうこともあると思うんですけど合計で言うとまあ2しか変わってないということなので、まあ、これはなんかマジック的なことでねちょっと良くなったかとは思う一方で、えー、全体的に見ちゃうと2しか変わらないよねっていうところなんですよねでこれもまあプレイヤー側としたら、えー、5年間は245と260ぐらいの間にね、えー、することを求めているということで まあ最低でもまあ20億ぐらいは差がねまだあるっていうところなんでねうんだからこれはまあ240うんだこれもねその相場がわかんないんだけどもねだからただまあそんなに差は埋まらなかった2しか変わってないわけですからね合計値のその200最終的な、えー、2026年の値から見ちゃうとね2しか変わらないのでまあこれもうーんっていう感じですよね 中身のね、ずらしだけでちょっとなんか良くなったように見せかけつつにしか変わってないということなので、もうちょっとねっていうところ、そしてまあラグジュアリータックスを超えた場合のドラフト券の放棄ね、まあ、超えちゃうとなんかドラフト券失うよみたいな、3巡目でしたっけね、というルールが追加されてたような感じだったんですけど、そのペナルティは、えーは今回、まあなしになったというところですね。 え続いてね、最低年俸についてですけども、まあ2つのオファーということで、一律630万ドルということで、まあこれ一律これで、まあ,あとはチームがね、好きにできるっていうかね、そういう感じというのと、あとサービスタイム1年にえ到達するまでは615、1年から2年の選手は650、2年から3年が725ということで、 えー、上がっていいくという感じですねそして前回のオファーでは615、えー、650、700ということで、えー、まあ最終的な、ね、ところが、えー、25、えー、今回のオファーでは上がったというだけで、えー、基本的なものに関してはあんまり、えー、変わってないっていう感じですよねだこれもなんかちょっとした最高の最高したというかねさっきの まあ、あのラグジュアリータックスの上限値みたいにね、えー、ちょっとした細工が、えー、加わってちょっとまあなんか良くなったかなっていう感じに思わせる感じのまあなんか数字のマジックというかねそういう感覚かなと思いますね、えー、続いてねサービスタイムへのね操作の対応ということで、まあ、以前はですね100位以内のプロスペクトが主要な賞の投票でトップ5に入ると チームにドラフト指名権を与えるということだったんですけども、えー、今回は上位3位に入るとドラフト権が2回になるということかなという感じのオファーということで、まあ、これもね、えーまあ、何でしょう早く、ね、プロスペクトを出す代わりにまあチームも、えー、指名の、ね、権をもらえるということなので、まあ、これはいいと思うんですよね。でこれと えまあ最低年俸とかのあれを上げるとかね、えー、その辺のオファーを、えー、両方組み合わせてセットでっていうことにしないと、まあ、これだけだとねまあ一応早く出してもらえるというね得はあるんですけどチームの得のが多いのかなっていう感じもしますのでまあ、さっきの,、ね、あのボーナスプールの話ですけどもねその辺とセットでやるとまあいいのかなとは思いますね。 そしてまあメジャーとマイナー間の行き来する回数に制限を加えるということで今は制限がないらしいんですよねこうオプションでね落としてまた上がってきますとかいろいろあるじゃないですかそれが制限がないということで、えー、ちょっと MLB 側が5回でプレイヤーが4回って言ってるのかなちょっとこれの役的にちょっと分からないんですけど多分合ってると思いますけども MLB が5回プレイヤー側は4回を要求とこの制限するっていうのをね だから、まあはちゃめちゃにこう行き来させてっていうのができなくなるっていう感じですかね。であとアマ、まあ、チュアドラフトに関して新しいオファーということでチームがドラフト指名した選手を1年間短大に通わせてから契約することができるということで、まあ、これは再導入って書いてあるんでまで、あ、前にもあったでしょうね。で、この前あのクマロッカーでしたっけ、えー、メッツが取った選手がまあ そのドラフトした後に身体検査でちょっと肘かなんかがあれだなということで、えー、まあ契約合意しなかったということでねだからまあこれでえちょっと肘がなってなっても1年ね短大に通わせてまあ様子見て契約するってことなのかな、うん、でまあその選手に関してはえーまあ価値ドラフト何位かによって決まってくると思うんですけどそれの75%は保証されるということなのかな とということでまあこれは完全に今回のその選手にの件があったからの再導入ということみたいですそしてまあ今回のね交渉のまとめとしては、まあ、楽観的に見たら MLB が交渉可能な項目とそうでない項目が明確になったっていうことでまあそのもう次のカウンターオを提示する土台ができただろうというところまあその交渉が無理っていうのは多分そのね まあ、贅沢税の、えー、ラグジュアルタックスの上限とか、えーまあ、あとあの、ボーナスプールの金額とかっていうのはもう全然上げてこないの、ね、で、多分そこはもう上がらないということなんでしょうね。だからそういう項目と、ま,あ、まだ交渉ができそうな項目とあるっていうので、まあ、もうその交渉が可能ではなさそうなところはもうしょうがないよねっていうことなのかなというところ。でまあ悲観的に見ると えー、溝は依然として大きいとでまあ、スプリングトレーニングはもう、えー、時期が、ねえー、ずれるでしょうっていうのは確実になってきているのでまあその時期にしてはねその今回の MLB 側のオファーっていうのは、えー、あまり大きな変更はなくて非常に控えめなものとなったということでまあ、ちょっと残念だったかなとでいつまでにね合意する必要があるのかっていうのはその開幕自体がね、えー スケジュール通り行うには、ね、開幕に遅れ、レギュラーシーズンの開幕に遅れがないようにするには、いつまでに合意するし、合意にね、する必要があるのかっていうのをまとめたカレンダーを、えー、プレイヤー側に提示してあるということなので、まあ、なんだろうな、これ、ここまでにはね、えー、ちゃんとしてねって、逆に言ってきてるみたいなことでしょうね。で、まあ、次のステップとしては、まあ、MLB プレイヤー側が1週間以内にカウンターオファーを提出ということでまあどうなんでしょうね結局なんか感じたのはやっぱりもうそのプレイヤー側っていうのはまあやっぱり雇われてる側じゃないですか結局はねでまあ彼らのプレー、えー、すごい選手がいて、えー、野球がね成り立ってるっていうのはもちろんなんですけど結局ドラフトで、えー、取る方を決めるのもまあ球団側だし この人と契約しよ,うしようかなっていうのはね、球団側だしね。だからまあ、結局雇われてる方がまあ弱いのかなっていう感じはしましたよね。だからもうこれも、じゃあもう、そうやって5ねるならもう、メジャーリーグ解散ねってな,ならないけど、まあそうなったって別にね、できる、そうもできちゃうんじゃないかなっていうね。だからまあ、結局開幕しないならもういいよみたいなね、感じで。 まあそのオーナー側とかもね、えー、言っちゃえばまあそうなっちゃうしねで結局、まあ、m l b のその側が、えー、譲るんではなくてプレイヤー側がこれをもう最終的にはねまあ自分たちは戦ったんですけど飲むしかないのかなってね感じになっちゃうのかな今回もという感じですかねうんだからまあもう結局どうにもならないんだったらあのー、ねえ この前の、えー、ね、朝廷のところ、なんか第三者が入ってもらって、えー、いい方にね、そっちの方がいい方に行ったのかなと思うんですけどね、もう交渉がなんかできなそう。結局 MLB 側としてはもう金額上げてこない気がするんですよね、こんな感じだと。で、いくらやってももう上がらないと思うので、まあその仲裁をね、やって、朝廷のところで申し込んで、えー、やってもらって、 で少しでもね、プレイヤー側にいい方に行けば良かったんじゃないかなとは思ったんですけども、まあ悪い方に行く可能性もあるからなのか、まあちょっとあれですけどもね。まあただ、うん、結局はプレイヤーの方が、えー、譲るしかないのかなと、大幅にね、うん。っていう感じになってきて、まあ結局雇われてる方が弱えなという感覚にはやっぱ思いましたね。ということで、まあ次回1週間以内にカウンターオファーということで、 まあ、結局これでプレイヤー側が飲めばねそうなるんでしょうけども、うん、まだ戦うと思うのでね時間はかかるのかなっていう感じはしますねまあ、とりあえず、えー、確かあの開幕を遅れないようにするには3月1日だったと思うのでまあ、でも、もうあと1ヶ月も、ね、ないわけですからね今日が2月の13、えー、とかなんでねあとまあ半月で2月はもう短いからね半月ぐらいしかないということで えーまあ、だから、交渉できるとしても、あと2回ぐらいなのかな。なんで、どうにかしてね、もらいたいなと思います。ということで、本日はね、講、え、習、ー、を行われたということなんですけども、まあ、微妙な感じで終わったというところで、えーその、それをね、お伝えしました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターオーロー、コメントよろしくお願いします。では、終わります。